ちょっと重めのドン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 キーホーテーもし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 今人が歌ってるでしょうがそうですねうん楽しかったか歌い終わったら聞くよはいはい歌ってくださいう<で>ん歌ってくださいいやいやもう終わったやろどう考えても歌い終わってたやろ今ドンキーはい

あのコリコレさんのとつでまにあるその死にたいとなんですけどああはいはいはいどうしたのドン・キーホーテの歌を歌ってる場所じゃねえな<う>これ、うんうん、<laughs> 今自分17歳で高校3年生なんですけどう若いはいあの毎日その17時間ぐらい毎日勉強してて17時間はい頭がおかしくなっ,ちゃって、ね、おかしくなるわそんなん なんか偏差値も80何ぼとかなんですよ、今。嘘つくないよい<や>偏差値8なって、いやいやいや、もう天才じゃん、はい、ほんまになんか、はい、写真送りましょうか、DM で今。え、はいはいはい、はい。ちょっと待ってください。偏差値 87? いや、80代です。ああ、えいや、80代すごくない聞いたことないよ、俺。 数学とかずっと一位なんですよ、全国で満点なんで。<laughs> 嘘つく。<laughs> いや、ちょっとだけ待ってください、<laughs> 本当に。はい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 。ええー。本当に。はい、本当かこ、ね、これ、ね。またこれ、この。これで、すうでいなくなるやん、これ、すうって。いや、い<わ>や。 っていうか、前に一回送ったことあります多分お前今ちょちょ送ってください DM かなんかではいこれもう送り方わからんとか言ったら偏差値8もないで送りました大丈夫です今送りましたなっなな何これあーえやばめっちゃ頭ええやん うん、はい、それで毎日勉強してて、なんかもう、うん、でも、なんか最近もう分かんなくなっちゃって、ね。全国模試でこれがすごいな。え、これ何位なの総合。総合多分、えっと。うん。え、でも、そこまでた800、七八百位ぐらいだったと思います。えこれで800位とかなのはい。わお、天才しかおらんやん。 そうなんだ。でもな、まあ、ええー、まだ、あ、数学すごいね。はい。はい。数学はコリコレさんと同じで、1位、めっちゃ取ってて。はい。いや、俺は1位1回しか取ったことないけどね <laughs>。<laughs> <laughs> んやねん、めっちゃ取っててって。まあいいや、はい。ほんで、それで、なんか、今日、えっと、今年の8月18日に、うん。なんかもう、 死にたいなーって思っちゃって。今年の七月十八日？八月ですね。今年の八月十八日に死にたいなーって思っう。ああそういうことか。はい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 。あのその日に決めたんだ。うん、はい。うん。でも死ぬのがすごい怖くて毎日寝れなくて。うん。うえななんでね待って待ってなんでその日に死ぬって決めたん？ その日にライブがあるんですよ8月18日に。は,はい、はい、うざげんな、お前。俺の誕生日祝えよ、ちゃんと。いや、祝います。8月23日やぞ。ああ、え今年、いや、今年延期したんだよ、8月12日から。<laughs> え、そうなんですかそうだよ。コロナ禍だから。でも いやーそういうことえ、でも、誕生日の日は絶対祝います。てか<や>、なんで死にたいの、まず。なんか、毎日、親とかの関係とかがすごい悪くて、うん。なんか、勉強しても全く報われないんですよね。うん。 え待ってこんだけ成績いいのに親に何か,か言われんのはいなんか「お前はバカだ」ってずっと言われてけて <laughs> これでな親はなんかすあれなの医者とかなのまあそんな感じなんですよああそうなんだあそういうね家計に生まれたんだだからこれくらいできて当たり前みたいな感じなのかじゃあ 多いねじゃあ褒められないんだね親にはい<れ>それはかわいそうすごいのにねそれとまあ俺のがすごいけど確かにそうですね <laughs> うんあとその自分一回一殺未遂起こしててすんなって <laughs> あのね君はロボットになっているいいかよく聞け君は 実は頭賢くないんだよ。勉強ができるだけだよ。はい、で、俺は勉強はできないけど頭は賢いんですよ。はい、君はロボットになっている。いや、君はロボットになっている。はい、確かに、そう思います、うん、自分も。勉強、このね、人間が作ったよくわからん数学とか国語とかのこの勉強に縛られてる君は。違う。生きる術を。 勉強しろおめえは人生を、はい、君は人生の勉強が足りないこの人間が作るしもん問題でしか問題をやってるだけだ <laughs> 鼻で笑われました <laughs> ま言葉が出なさすぎて <laughs> ちょっと力 おめえは人生の勉強しよう。てかオナニーしたことあるいやないです。ほらなそういうことやね。だと思ったよ。やっぱしないとですかうんあのね君そういうの大事だからね本んね人なんでじゃ生まれたかわかるもうわからないです。まずオナニーってのがないと人間はこんなに繁栄しなかったから。 猿があのさ俺たちが何で増えたか知ってるはあそんな当たり前なこと言ってちゃうね最初っから人間がね人じゃ猿がいきなりチンコぶち込みますかって話はい,いきなり何の前触れもなく、うん、ちゃうんよオナニーやね最初なんか、うん、なんかあるなって思って触るわけじゃん <laughs> で触ってたらなんか気持ちいいなって大きくなってきたなって、うん で、目の前でおんあの女、女ザルが、触って、んなんか気持ちいいな、濡れてきたな。んてかこれ、もしかして、入るくねみたいな。<laughs> ってなって、そこで行為をして、で、増え始めた。だから最初からぶち込んだわけじゃないよ。<laughs> だ君は、だやっぱりそういう勉強が足りてない。なこの人間が作りし、ね。 くだらん問題集を解いてるだけのロボットなんで人生の勉強してください君は人間が作った退屈な勉強しかしてこなかったからそうやって死にたいとか言うんですよ違うこの世の中はもっと楽しいことがあるんだけど君は勉強しかしてこなかったからそうなってるだからまずはオナニこれマジだからね わかりました、うん、君はもしかしたら新しい道を開くことになるかもしれんそして8月18日以降の未来がはいじゃあ君に特別に教えてあげる君に特別にで、はい、君オナにするってなったらどうすんのまあ多分触ったりするんやろうけど君に特別に教えてやる。 はい、ウーマライザーやーあゃウーマナイザーウーマナイザーこれやねウーマナイザーこれがお前を8月18日以降の未来に導くウーマナイザーがうん。 でもこれちょっと18歳以上な …18 歳…じゃないとなきついんですけどいあと何日で18歳になるの ?12 月24日で素晴らしいクリスマスイブはいクリスマスウーマナイザークリスマスウーマナイザーしましょうはいまあだからそのそれまではハンドではい 生きる希望はウーマナイザーです。<laughs> はい。うん、そういうことやね。あのね、未成年って何言ってんだとか、セカラやめろとか言ってる人、やばいよ。あの、この子は死にたいって言ったんだよ。でも、最終的にウーマナイザーになったでしょ。これやね,あのね常識的な なんかそういう回答ね、じゃあこの人死にたい、いや、頑張ってよ、頑張ろうよとかさ、いや、それ親がひどくないって、親になんか言いなよとか、もうそういう当たり前のこと言っても、どうにもなんないんよ。そんな当たり前のアドバイスなんでうん、わかるかなその当たり前の、だから君らもまたそれはのロボットなんですよ、教科書通りの。これがほんまに賢い人やねん。